どうも、佐伯つぼです。僕が伊藤で、僕が斎藤です、えー。僕たちは2012年デビューで、普段は漫才などをしております。それでは挨拶代わりの一芸を披露したいと思います。お願いします。じゃあ僕あのちょっと怖い話がね、うん、得意だからその話をしようかなと思うんだけどそれはやめとこうよ。いやでも本当に心霊現象ってあるんだなと思,、ね、思って。ね 実際に体験した話があるんだよね。ややああ,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 あ心理スポットに行ったの聞きたくないんだ。自分の耳を塞えろよ。入ってくんだろそれじゃあ。いや本当に実際に体験した心霊心理スポットに行ったんだよ。しんのっつってやめとけっつってんだ。ああやめろ。鼻も塞えんなよ。息できないだろうが。もう聞きたくないそんな。いやだから実際に、ね。あもう聞きたくない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 。どっちだよそれ。<え>どっちなの。 ちじゃと聞き,たいかな聞きたいんだったら普通に聞けよもう聞きたくないやっぱり聞きたくないのか「タコツボの将来の夢は」は旅番組の冠をもっておいしいものをいっぱい食べます以上「あタコツボ」たこつぼです,たこつぼです